ファウルになります。見逃して三振です。ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター梶原、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね、バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね、期待しましょう。ツーアウトランナーありません。大きく外れました。高めのボール打ちました。ここはフライになっています。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。2回の裏2対0、DeNA ベイスターズがリードしています。小宮山さん、今日は先発もしっかりゲームを作ってるわけなんですが、いいピッチャーの条件とはズバリ何でしょうか。どうでしょうね、監督の考えてる通りにアウトを取ってくれるってことですかね、先発だったら長いイニングをとにかく投げるっていうことが重要になってくるので、それでいて点を取られなければなおいいという、そういうことじゃないですかね。まさにそのようなピッチングを今日はしているようです。次が2球目、2球目打ちました。この当たりはどうか、ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー2塁です。さあベイスターズ得点圏にランナーを背負った場面です。ここは落ち着いて無失点で切り抜けたいですよね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の東、このピンチをどう切り抜けてくるのか。初球は何から入ってくるか。インコース低めのストライク、すぐに追い込みました。ここは抑える自信があるなら勝負してもいいですよ。はい、さあ勝負してくるのか。このピンチ空振り三振に切って取りました。まず一つアウトを取りました。ご覧いただきましょう、最後は得意球で空振り三振です。ええ、ナイスボールですね。さあそして打席には秋山入っています。さあワンアウトになりましたがピンチは続きます。ここもしっかり抑えてこのピンチを出したいですね。なるほど、そうですよね。ストレート打った、高いバウンド、セカンド取った、一塁や一塁アウト、ツーアウトランナー三塁とかあります。さあそしてバッターボックスには矢野入ります。さあツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。これはバットの先、ここは打ち上げています。掴んでスリーアウト、追い上げることはできませんでした。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。カープサードランナー残塁に終わっています。2対0、DeNA ベイスターズがリードしています。3回の裏ベイスターズの攻撃、バッターボックスには2番オースティン、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ベイスターズリードで迎える3回の攻撃です。さてバッターのオースティン、どういうバッターなんでしょうか。インコースでもアウトコースでも放り込めるバッターですから実に厄介ですね。そうですか。
打ちました。セカンド取る。アウト、ワンアウト。バッターボックスは3番佐野。前の打席はカットボールをうまく打たれましたから、今度はその使い方は要注意ですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。初球わずかに外れてボール。入りました。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックス牧。前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりでしたよね、はい、今日は調子が良さそうですよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゴロを打たせるようなボールには打ちました。ショート取った。二塁アウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。ご覧いただきましょう。最後はダブルプレーに終わってしまいました。まあ切り替えていくしかないですよね。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。3回終了2対0、 DeNA ベイスターズがリードしています。回は4回の表に入っています。カープ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。上本がバッターボックスに入ります。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ベイスターズリードで迎える4回です。いいボールでしたけどね。はい、インコースわずかに外れてボール。ボール先行です。3球目は何で来るか。アウトコースへ決めました。打ちました。牧アウト、ワンアウトです。バッターは4番小園。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがセンターフライに倒れています。東、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。これはどうか。ツーアウトになりました。打席には5番バッター野間。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。インコースバットが回ります。ノーボールツーストライクです。まあ彼は絶対的な脚力を持っていますから、とにかく痛烈。これはどうだ。ヒットになった。ツーアウトランナー一塁。さあ一塁にランナーを許しています。バッターは菊池。そして塁上には野間。走ってくる可能性もあるので警戒はしておきたいですね。どう動いてくるでしょうか。キャッチャー二塁送球する。セーフ。盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。これでワンヒットで点が入ってしまいますね。外のボール打った。ワンバウンドヒットになった。二塁ランナー三塁も回った。セカンドランナーホームイン。カープ1点返しました。
2対1になりました。ベイスターズ、これ以上の追い上げを許すわけにはいきません。抑えたかったんですが、タイムリーが出て点差が縮まります。もう少し慎重に行きたかったですね。これで1点差に迫られました。7番バッター、ジャーマン。ベイスターズ追い上げられています。小宮山さん、この後はきっちり行きたいところです。そうですね、逆転の可能性もありますからね。大事な場面ですよね。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。ボール先行、ランナー動いてくるか。ランナーが動きやすいカウントになりました。これが4球目。引っ張った、弾き返した打球はレフトへ。佐野が掴んで3アウトです。しかしこの回カープ点差を縮めていきます。2対1、カープが1点差まで追い上げました。打順は5番宮崎。まあ前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。初球は際どいところに来ました。ストライクです。2球目は何で来るか。打ちました。セカンドが取る。アウト、ワンアウト。打順は6番山本。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。インハイ決まっています。ノーボールツーストライク。さあ外してくるのか。打ちました。ショートが取る。一塁へ。アウト、ツーアウト。バッターボックスは7番渡来。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。ツーアウト、ランナーありません。初球ボール。これが2球目。スライダー外れます。ボール先行です。まあここは狙い球を絞って、それが来たらフルスイングですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ストライクが入りません。ツーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。さあ貴重なランナーが出ました。ここは大事に攻めていきたいところ。際どいコースに送ってストライク。ファウルになります。ちょっと振り遅れてましたよね。変化球を待っていたのかもしれませんね。
引っ張った打球はレフトへ。この打球はフライになっています。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。4回終わって2-1、ベイスターズが1点をリードしています。小宮山さん、追われる展開となっているわけですが、このぐらいの点差の時にピッチャーはどんなことを考えるもんなんですか？いや、もうとにかく一球一球集中するということですよね。そうですね。さあ、しっかり抑えていきたい。さあ、2球目は何か。インハイ決まっています。あっという間に2ストライクです。サードうまくさばいてアウト、ワンアウトです。バッターは9番相澤。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。東、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーはベイスターズが東、そしてカープが森下、この2人の投げ合いとなっています。スライダー決まりました。